ちは、星座ライダーのチャンネルへようこそ。今回はマルちゃんのテイストバージャーのシリーズの紹介です。新しいのが出ました。それはこちらです。マルちゃんテイストバージャートムヤムラーメンの紹介です。トムヤムクンラーメン Sour and Spicy with Shrimp。 酸っぱい味と辛い味があってエビも入ってるんですね。トムヤムクンはタイ料理ですね。タイ料理とラーメンのコラボ、結構ユニークなアイデアですね。こちらは妻が買ってきました。だから値段はわかりません。多分98セントぐらいだと思います。日本円で110円ぐらいですね。ヌーカップヌードルのトムヤムクン味っていうのがあったじゃないですか。なぜかあれを思い出します。火薬とスープの素、麺、それではお湯を入れていきます。やってみましょう。色が結構やばい。すごい辛そうですね。酸っぱい匂いと辛い匂いがします。エビもちゃんと入っています。いただきます。結構美味しいですね。サワー&スパイシーな味がします。辛さもまあまあいいですね。酸っぱい味がたまりません。超美味しいですね。タイ料理を食べている感じがします。エビもうまいです。テイストバージョンの麺のクオリティがね、マジで大好きです。日本のカップ麺に似ていますね。スープも飲みたいと思います。ヒリヒリするし、サワー感がね、かなりあります。変わったカップ麺でした。東南アジアっていう感じがね、ちゃんとします。タイには行ったことありませんけど、タイっていう感じがしますね。点数は100点満点です。酸っぱい味と辛い味は本当に合いますね。でエビも美味しいし、麺も素晴らしい。スープももちろん良かったです。で食べると熱くなりますね。激辛レベルではないのになぜか熱くなります。こちらをおすすめします。もし見たら買ってみてください。今度はどういう味が出るのか楽しみです。まるちゃんテイストベイジャータムヤムラーメンの紹介でした。次回お楽しみに。それではじゃあね。酸っぱい辛い